木山パーキングエリアハイウェイコンビニエンスストアローソン。木山パーキングエリアは、佐賀県宮城郡木山町、小倉及び福岡県筑紫野市、原田の九州自動車道上にあるパーキングエリアである。九州自動車道で最も通行台数が多い区間である筑紫野、インターチェンジトス JCT 間に位置し、同自動車道の PA の中では最も規模が大きく、 SA 並みかそれ以上という異例の PA である。太宰府インターチェンジ、福岡高速道路経由で、福岡市内と九州各県を往来する場合は、福岡高速内に休憩施設がないため、福岡市内に最も近い休憩施設となる。開通当初は、他の PA 同様に駐車場が少ない小規模だったが、後に改築され現在の形になった。 2006年11月17日に九州自動車道では初のコンビニエンスストアが設置された。また、2007年7月1日から東ピエを通過している九州内の高速バスの大半が併設のバス停に停車するようになり、高速バスの乗り継ぎ拠点としての役割を持つ。かつて下り線にシャワー施設が設置されていたが、2009年7月17日より、 基地市 PA 下り線のシャワーステーションが設置されることに伴い2009年7月16日をもって閉鎖された。2012年3月より新しいストアブランドモテナスキヤマとして営業している。キヤマバスストップ下り線キヤマバスストップはキヤマパーキングエリアに併設されたバス停留所でバス事業者の間では高速キヤマという名称が使われており、 一般的にはこの通称名で呼ばれている。2007年7月1日より、国土交通省九州運輸局の主導で、東バス停において、高速バスロケを活用した、木山 PA における乗り継ぎ社会実験と称する、社会実験を実施して、以降、高速バスの乗り継ぎバス停としての整備が進められており、待合室の拡大、バス運行情報案内表示機の設置などが、 実施されている。停留所はパーキングエリア内に設けられており、上下線で別々となるが、乗り継ぎの利便性を図るため、対向側の停留所への案内板が設置されている。下り線側の乗り場は前後に2カ所設けられており、方面別に分かれている。上り線側も整備事業開始当初は、下り線と同様に乗り場が方面別に分けられ2カ所設置されていたが、 現在は統合され一箇所になっている。以下の各路線が停車する。蒸気社会実験開始以前は、主に近距離の高速バス路線のみ停車していたが、社会実験開始に伴い、ここを通る中高高速バスの多くが停車するようになった。2007年7月1日より、東バスストップにおいて高速バスロケを活用した木山 PA における乗り継ぎ社会実験と称する。 社会実験が開始されている。実施の経緯九州内の中高高速バスは、福岡市を中心とした路線網となっており、福岡市内からは、九州内の多くの地域に高速バスが運行され、各路線の運行本数も多い反面、福岡市以外の都市間を結ぶ高速バスは、路線数も、運行本数も少ない。また、停車地も絞られている路線が多いため、 高速バスを乗り継ぐ際に、福岡市の天神高速 BT や博多 BT まで移動しなければならず、所要時間や運賃の面で不利であった。そこで、福岡発着のバス路線が多く通過し、トスジャイクションにも近い東バスストップを乗り継ぎ停留所とし、東ピ a を通過する高速バス各路線を停車させ、乗り継ぎの便を測ることになった。これにより、 福岡市中心部で高速バス総合間の乗り継ぎと比べて、おおむね1時間前後の所要時間を短縮した。なお、予約制の路線において、予約なしでの乗車が見られることや、予約が不要な路線でも券売機がないこと、待合スペースが狭いなど、ハード面を中心に課題も見えており、バス停の改装工事が行われた。乗り継ぎ運賃あたり、 バスストップで高速バス路線を乗り継ぐ場合、乗車区間により乗り継ぎ割引が受けられる場合がある。ただし、天神で乗り継いだ方が運賃が安い場合もある。乗り継ぎ乗車券は、最初のバスに乗車する前に、あらかじめ購入しておく必要がある。有効期間は区間にかかわらず2日間。往復割引はない。2009年2月23日から、木山バスストップそばに、 西日本鉄道が設置した高速バス利用者専用の高速木山バス停パークライド駐車場が営業を開始した。24時間で入り可能だが利用者が高速バス乗車時にサービス券を受け取る形で利用する有料駐車場である2003年度 J1 年報より新たなリフレッシュスペースシャワーステーションがオープンします。 西日本高速道路サービスホールディングス平成21年7月3日、現在の建物になる以前から24時間営業であったが、モテナスブランド導入と、ほぼ同時に現行の営業時間に変更された。NEXCO、西日本管内の SAPA のコンビニ20店舗が4月27日にセブンイレブンとしてリニューアルオープン。西日本高速道路株式会社。 西日本高速道路サービスホールディングス株式会社。2018年5月5日閲覧。高速木山バステーパークライド駐車場、営業開始いたします。平成21年2月9日。ありがとうございます。